こんにちは、ニャニックです。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。今回はこれまで訪れたパンケーキのお店をまとめてみました。2018年から3年間ずっとビデオ、動画を撮り続けてきたんですけども、これを機会にまとめようと思ってまとめてみました。で、詳しいお店の情報はね、概要欄の方に載せておきますので、よかったらおのおの解説動画を作っておりますので見てみてください。概要欄はね、こちらのスマホでしたらこちらの三角のボタンを押せばペロッと出てきますから、そこから見たい解説動画を見てみてください。で、今回の動画は2020年1月以前のものばかりになりますので、現在の状況とは少し異なっている可能性がありますが、そちらはあらかじめご了承ください。で、あと最後にお店の場所もう Google マップを使って一緒に解説していきますので、場所が詳しく知りたいなと思う方は最後のまた場所解説をご覧になってください。それでは早速パンケーキのまとめをご覧ください。カントリーサイドカフェにお昼ご飯食べに来ました。 Hello カントリーサイドカフェ、じゃんじゃんじゃーん。甘そう。甘さの3、トリプル、パンチ的な。よし。うん。あ、うん。うまい。美味しいですか？うん、結構あっさりしてる。あ、本当。うん。そんなにね、くどくない。リリコイの、ちょっと酸味のある。あ、なんかソースが。うん。黄色いソースかかってるもんね。あ、パンケーキも行く？パンケーキも行きたいです。しっしっしっ。あ、でも全部、うん、食感が違うからいいね。カリカリ、ふわふわ、うんうん、ふにゃふにゃ、ふにゃふにゃ、うん、とろりとろりな。よかったな。うん、やった。いくらぐらいだ？45ぐらいか。45ぐらいだね。まあ45か。なんかいい感じだったしね、うん、13番でアラモアナ裏のあそこに見えとるな、オリジナルパンケーキハウス。どれだ、これか、ここか。オリパンケーキハウス。こうやったらトイレもありそうだな。あ、よかった、空いてる。Good morning. Yeah, I'll take this コンビーフハッシュ and egg. Yes. How would you like your eggs cooked? And over easy.Maple syrup. Maple syrup. Thank you. And you can put on the Dutch baby too. ありがとう。Extra plain. こっちは普通にパンケーキと目玉焼きとコンビハッシュ。ああ、そっか。なんか意外な味なんだけど。あ、そうなの。卵感が結構あって。あ、本当。美味しい。卵パンみたいな。うん。さらに追いバター、フルスペックでうまくできんな。はい、あ、いいねいいね、いいね。じゃあシロップ付きでいってみようかな。はい、どうぞ。おー、いいいいかね。甘じょっぱくていい。うんうんうん、うんうん、うわ、これいいね。いろんな味で楽しめる。味変でね、このね、バターがね、なんていうの、クリーミーなバターでいいんだよね、これ。ふわふわ系、ふわっとしてるね。ふわ系バター。こいつをかけると一気に味が進化する。ダバダバ、あ、ダバダバ。あ、山盛りかけたぞ。いや、だいたい現地の人はこれぐらいシャバダバにかけるから。そうか。うん。あ、うん。あ、うん、うまい。パンケーキは、うん、ホットケーキって感じの味。うん。うんうん。やっぱメープルがないとダメだな。うん。2人で約30、まあ今回35払おうかなと思います。
Oh, you're welcome. Yeah, no change. Oh, thank you very much. Have a nice day. Can I have a receipt? Receipt, okay. 初めてやな。何回ハワイ来てると思ってんの、こんにちは。Please wait to be seated. Okay, Ken, please give me about 10 minutes. Yeah, thank you. You're welcome. 8時20分だと10分待ちでした、今回は。月曜日ね。まあ、オムレツかな。どうしよっかな。やっぱりボリュームあるね。よし、食べてみや。下まで行ってみてください。美味しそう、ふわふわじゃん。俺も一切れもらおうかな。とりあえずソースたっぷり。うわほー、うまそう。あ、わかるわ。何が？なんかね、うん、パンケーキ自体が、うん、懐かしの味。あ、本当。どう表現していいか分からないけど。あ、これうまいわ。わかる？わかる。昔、子供の時に食べたような味。あんま。その生地すごい好きです。ふわふわ系だ。うん。めちゃくちゃシンプルだよな、これ。焼いてかけただけだもん。タレがすごい。タレが、あ、落ちる。うん。川大ピザが来てる。あ、はい。持ち帰りだ。あ、そういうことか。No change. Receipt, please. Thank you.うん、先に言ったらね。よし、降ります。目の前にサブウェイがある。アラモアナブルーバードフォーボーンっていうバスストップで降りると一番いいと思います。今からシナモンズ行きたいと思います。お、あった。シナモンズ。まあしょうがない、多少は。でも思ったより少ないんじゃない？いい？ここで。まあでもこう気持ちいいからこうにしようか。Thank you、ありがとう。ありがとうございます。マハロございます。あ、マハロございます。マハロございます。びっくりした。あ、すごい。景色がいい。え？相変わらず、いきなりドリンクを聞かれるシステムでした。おはようございます、何か飲むみたいなね。すごい、うん、早いんだよね。来ました、うん、予想以上にでかい。でかいね。分厚いキャロットパンケーキ、うん、シナモン臭がします。すごいする。やっぱり、ね、シナモンだけあってシナモン率が高めですね。本当だよ。夏木さんがちょっと苦手な、そして夏木さんのスモールサイズのオムレット、ただポテトはこれはキャロットパンケーキです、うん、上に一番甘くなさそうなやつを選びました。甘いのと食べれないんで、うん、あ、すごい人参とか結構しっかり入ってる。本当だ。へえ、なんか何かも入ってる。なんだなんだろうねこれ。うん、しょっぱめ。甘くないんだ。うん、あ、美味しい。生地はね、あ、なんか人参がすげえシャキシャキする。へー、なんかパイナップルみたいなの入ってる、うん、気のせい。多分パイナップルとか、なんか甘いものが、レーズンとかも入ってて、あ、うん、あっさりしてて美味しい。ただシナモン嫌いの人は要注意。シナモン、でもまあレシート分かりやすい、だいたい30ぐらいに、今回の方はすごい良かったので、うん、5を足して35にしようと思います。今回のお姉さんは野沢直子みたいなファンキーな方でしたけど、すごい丁寧でした。ダメ、まあいいよ。いや、シナモンズ、うん、よかったですよ。とにかくね、うん、スタッフの感じがめちゃくちゃいい、うん、うん、全体的にね、すごく感じがいいです。よかったね。
よかった。ただ、まあ、結構量多いなパンケーキ、ね、2枚でもすんげえ腹いっぱいになった。なんかボリューム結構あったね。あった。2枚だけど、ハイホップにやってきました。Sorry. Hey, good morning. I thought you were waiting for me. Two. One moment. 食べ放題のパンケーキがあるみたいですね。こんな食べないけど。Just wanna pancake. パンケーキが本当に有名なんだね。いっぱいある。うん。あ、ツーホットカフェ、うん、なんか普通のパンケーキでもすげえ量があるな、うん、もっとちっちゃいやつねえのかな。オールドファッション、ブルーベリー、バターピーカン、ストロベリー、なんだろうバターピーカンって、あんま日本では聞き慣れんよね。ピーカンナッツなんてある？ブルーベリー、甘そう。オールドファッション、まあ普通のメープルじゃないかな。うん。すごい程よい量が来た。ねえ、朝ごはんメニューだから、うん、ちょうどいい量。少なめでいいです。ね。やった。いただきます。何もつけずに。うん。最初何もつけずに行ってみます。おしょっぱい。しょっぱいの。しょっぱい系だ。へえ。一口ちょうだい。おザパンケーキっていう。うん。おかずパンケーキ。なんか食感的にはホットケーキっていうような感じだけど、うん、しょっぱい、うん、よちょいしょっぱめだけど、うん、なんかかけるの、うん、ゴールドファッションかける、ファッションとかけてみます。なるほど、これでいい、はいはい、パカ、そんなにいっぱいはかけたくない、そのちょあ結構とろみが強いね。いただきます、うん、甘じょっぱくて美味しい。ちょっとしようね、ごめん、あまり美しくないけど、お、うん、美味しいよね。塩パッとか絶対いいね、うん、甘じょっぱくてうまい、美味しい、よかった、うん、それいいじゃん。ありました、コアパンケーキハウス、バス停から降りてすぐ。プールよいしょい、あ結構空いててよかった、うん、ダイエットコークしかないじゃない、うん、コメニュー来た、よかった、でもだいぶ分かってるから、ね、ストロベリーホイップクリームがいいよね。え、ストロベリー、あれちゃった、ストロベリーチーズケーキ、パンケーキ、ツースタックス、ショートスタックス、ショートショート、okay. いや、ショートショート、right. and ロコモコ、ハンバーガーパティ、いや、yeah, and how you make your egg and オーバーイージー and white rice or fried rice, fried rice please。 お、すげえ、 yeah spit it out、 うん、ありがとう、めちゃくちゃ甘そうだ、ね、すごく甘そうだ、予感がする。じゃあこの辺切ろうかな、なんか、なんだろう、もちもち系パンケーキがちょっと切った感じがね、しっとりしてる、すごい、うん、いただきます。チーズケーキ味すごく、ほんと、うん、一口ください、うん、どうなんだろう、結構甘い、結構、うん、甘いんだと思う、おー、うん、しっかり系の甘さ、なんか こってりした味っていうか、うんうん、これは2スタックで十分だよね、ちょっと美しくないけど、はい、うん、パンケーキ美味しい、うん、うんなんかもちっとしてる、すごいもちもち系、うん、うん、美味しい、蜜なんだよね、なんか、うん、中身が、う
うまいっすよ。美味しいね。安くてうまい、うん、いやー食ったー。わーサーフライダーで今日はちょっと朝食を取りたいと思うんだけど、席が予約できないので空いてるかどうかは運次第ですね。あのビジター。And your last name? Well, good morning. Ah, good morning. Some coffee or tea? うん、どうする？コーヒー？いや、じゃあ two coffee please. Two coffee? うん。レストランの入り口で名字とあとビジターか宿泊客かって聞かれたぐらいかな。まあ、のんびりしてていいですね、うん、結構ゆっくり料理ができるけど、うん、ゆっくりがいいよね。あ、パンケーキが4枚も入ってる。4枚も来たよ。どうしよう。かけます。それ多いね。半分でいいね。半分でショートスタックはないのかしら。いただきます。あ、でもなんかふわふわしてそう。美味しそうね、うん、ちょっと何もないところをいただきます、うんうん、結構もちもち系。お、いいじゃん。たまりそう。一口。お、うん、美味しい。パンケーキっぽいパンケーキ、うん、ね、うん、パンケーキっぽいパンケーキ。パンケーキっぽいパンケーキ、うん、ちょっと食感のあるね、うん、バターが美味しいですか。このバターはね、リリコイソースかなって思ったらもう普通のバターだった。これはソース、ソースはこれだね。この辺ちょっと、でもこの量が程よいです。朝から海入ってる人いるよ。寒くないのかな、うん、寒、ちょっと今日寒い。やっぱね、カエルのいいところはね、ゴミゴミしないところだね。ワイキキと違って、うん、あ、モケズって書いてある。あ、本当？あ、本当だ。数組ウェイティングっぽいな。数組で聞くかこれ。はい、グモーニー、トゥー、ヤー。 Okay, your name? ヤー、ケン。ケン、うん。 Okay, about 15 minutes. うん、Thank you. Thank you. どうしよっかな。パンケーキが有名なのかな、はい、出たよ、リリコイパンケーキ。あ、2枚と3枚選べるじゃん。ちょっとスタッフがあるから。うん、来ました。わーい、いいねこれ。1回のちょっとね、なんか、うん、爽やかな匂いがする。リリコイの、うん、多分これ美味しそう。チリコイだっけ。なんか沖縄のタコライスっぽいよね。ああ、確かに認めてね。2枚にしました。うん、2枚でよかった。2枚でもかなり ね面積が多い。面積は横に広いっていうの、うん、縦にじゃなくてさ。わー、とろって落ちる。上だけ食べてみるね。じゃあ、よし、いただきます。じゃあ、うわー、すごい。美味しい。ちょっと一口ちょうだい。このままでいい。うん、はい。お、ふわふわ。なんか、うん、ちょっと酸味のある、なんていうの、うん、爽やかな味、うん、結構酸味がある。これ美味しい。全然ね、なんか 甘くないというか、うん、甘すぎない。これいいね、うん、これは食べれちゃうね。これペロッといけるよね。いやー、モケーズ美味しかったですよ、うん、パンケーキが特に、うん、結構俺の中では、うん、ハワイで一番。お、なんだかんださ、うん、パンケーキってあんま味気ないじゃん。そうだね、塩っぽいっていうか、うんうん、ここのはなんか日本のホットケーキに近い、ちょっとふわっと甘い。甘さも上がってこないし、うん、そうそう、甘すぎないし。あ、野良チキンがめっちゃおる。野良チキンが普通に幅利かせてる。すごいね。オスがいる。すごい美味しかったです、ね。
どこか。Hello. Oh, thank you. あった。名前。結構いい場所だね。あ、ビュッフェ的なのがあるのかな。モーニうわすごい、ほぼメレンゲじゃん、そこ、うん、くる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 、うん、ほぼメレンゲ食ったんじゃない、うん、変わってんね、うん、you know, I saw that story on him, I had no idea、へぇ、ほぼメレンゲ、ふわふわ、うん、溶ける系だね、うん、これが多分練り粉用になると思うんだけど、うんうん、リリコ味結構甘いな、リリコ味です、これは、うん、あのバターのとこ一口、うん、大丈夫、あ、日本の味がする、うん、美味しい、これはいいですね、うん、軽いです、うん、朝にいいんじゃないでしょうか、うん、景色もいいし、空も青いし、ちょっと雲が多いけど、はい、うん、あ、インサイドアウトサイド、どっちにする、アウトサイドプリーズ、うん、なんかあれだね、あっさりしてそうだね、じゃあ俺パンケーキにしようかな、これが予想外の真っ黒なパンケーキ、まさか黒いと思う、まさか黒いと思わなかったけど、でも結構美味しそう、少し、うん、ありがとう。Very hot. うん、Thank you. Make it warm. Thank you. これで10ドルだったら安いな。ね。うん。めっちゃいいじゃん。これで美味しければね。うん。味見させてね。うん。お。ん？美味しい。ソースが酸味があって美味しい、うん、パンケーキはふんわり系で美味しい、うん、ゲットです、あ、ベリーもうまい、甘い、やっぱそうなるよね、卵が、卵出てきた、うん、パンケーキ量が程よくていいです、美味しそうですね、揺れます、
親しみある味がします。なんか粉が、あれだよね、パン粉っぽいよ。なんだろう、パン粉ではそば粉っぽいよ。うん、なんかね、黒い点々が見えるかな、これ黒い点々。多分小麦粉じゃなくて、何粉を使ってんだろう。うん、そういうような感じがします。うん、美味しいですよ。うん、わ、景色もいいし、人も少ない。人も少ないしまだ日本人も少ないので穴場だと思います。インターナショナルマーケットプレイスの隣の上です。ぜひお越しください。それでは最後に今回紹介したレストランをマップ上でもう一度見てみたいと思います。ちょ、数が多いのでパパパパッと紹介していこうと思いますね。まず一つ目はカントリーサイドカフェですが、これは氷名になります。氷名というか氷名方面っていうのかな。ここに氷名ビーチリゾートがあるんですが、ここから北にこの93号線を行った先のここですね、となります。この93号線を走っていれば道沿いに見つかると思います。で、続いてオリジナルパンケーキハウスですが、オリジナルパンケーキハウスはアラモアナセンターの山側のここですね。これアラモアナから歩いて行ける距離です。近いので、5、6分ぐらいで行けるので、アラモアナに行ったついでに行くのもいいんじゃないかなと思います。で、続いてブーツ&キモズはここですね。カイロアで有名な店なのでご存知の方も多いと思いますけども、まあ、ホールフーズとかあって、ここから歩いて、そうですね、10分かからないぐらいかな、最寄りのバス停、この辺にバス停があるんです。ここにバス停があるんですけども、ここから歩いて5、6分の距離になります。近いですよ、近いですね。で、続いてシナモンズ入り替え店ですが、まあ、入り替えホテルの中にあるので分かりやすいと思います。入り替えホテルの行き方は動画でも概要欄に解説動画貼っておきますので、そちら見ていただいてもいいですし、場所としては、まあ、アラモアナとワイキキのちょうど中間地点なので、アラモアナに行く途中で降りればバスを降りれば行くことができます。まあ、歩くのは好きな方でしたらね、歩いて行くことも全然行けます。僕は 何回もここまで歩いて行ってるんで、ワイキキから歩いて行くことも全然できますね。続いてアイホップですが、こちらになります。ワイキキのクヒオ通り沿いですね。こういった、有名な丸亀製麺があるこのクヒオ通りをずっとアラマーナ方面、マクドナルドを越えてもう一本向こうの道に行くとあります。まあ、あの看板がとても目立つんで行けばわかると思います。続いて出てきたコアパンケーキハウスですが、ここになるんですけど、これ貝むきという町なんですね。貝むきの置き方はこれもまた概要欄に貼ってある解説動画の方で詳しく解説しているので、バスでの行き方ですね、そちらを見ていただければ貝むきはいけるんじゃないかなと思います。ちなみに僕たちは今回はここかな、このバス停で降りてもうすぐさっと行った感じですね。このバス停で降りれば歩いてすぐです。ちなみにここはワイキキから1本でこのバス停は行くことができます。14番ですね。よかったら概要欄から解説動画の方を見てあげてください。続いてザ・ベランダですが、これはモアナサーフライダーの中にあるお店なので、まあ有名ですよね。モアナサーフライダーは、有名なホテルなのでご存知の方が多いと思いますが、このカラカウア通り沿いの白いあの宮殿のようなホテルの中になりますね。うん、続いてモケズになりますが、モケズはこちらになります。さっきの紹介したブーツ&キムズはここですね。ホールフーズがここにあるので、ここからだいたい最寄りのバス停から、ここにバス停があるかな、これが最寄りのバス停かな、最寄りのバス停から歩いて5、6分のところになります。結構近いですね。ホールフーズからも全然歩いていけます。まあ、この辺は歩いてもだいたい大した距離じゃないので、この辺一帯はね、だいたい10分圏内ぐらいって感じなので歩いていくことができますね。で、続いてザ・ラナイですが、こちらも
ワイキキのクヒオ通り沿いのこの丸亀製麺の近くのクヒオ通りをこう行ってこう行ってここから入れますね。ただ今現在臨時休業中になっているので、もしかしたら今はコロナの影響で休んでいるのかもしれないですね。こちらのホテルになります。丸亀製麺のハス向かいですね。続いて、バサルト。バサルトは、ザラナイと同じ建物、こちらですね。デュークスレーンの、これも丸亀製麺のハス向かい。ここに入り口があって、ここから入ってると、こう行くと奥にあります。ここは分かりやすいですね。で最後にハイドアウトですね。ハイドアウトは、ハイドアウトも丸亀の近くか。ハイドアウトはこちらですね。こちらになります。これはこの辺にエスカレーターがあって、ここから登っていくと2階の、あのハイドアウトのレストランに入ることができます。まあ、丸亀製麺の問い面、前だと思っておけば分かりやすいんじゃないかなと思います。ということで今回のパンケーキのまとめは以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。